野生爆弾ですというわけでね、ライブスタンドがなんとあと100日を切りまして、去年も両者が今年も頑張ってね、ライブスタンドしますんでね、皆さん楽しみにしておいてくださいね。今年は何するか分かりませんよ。キャー